みなさんこんにちは。テニーテレビ新潟アナウンサーの松本亜美です。今回は私のお仕事用のカバンの中身をお見せします。初公開ですね。うん。そして私のシンプルなカバンですね。中継場所とかロケに行くときに何があってもいいようにこのシンプルな色を選んでおります。さあ何が入ってるのかな。こちらのリュックはですね、だいたい1年前くらいに購入しまして、なんといってもこれね、ポッケが多い。ここと実はここ2個チャックがあって、前部分に入るし後ろ部分の大きいスペースもあるし、でこの横にこっちとこっち2箇所こうポッケがあるので、収納面でこのバッグを選びました。では横のポッケの部分から出していっちゃいましょう。ではちょっとずつ解説していきます。外に行くロケであったりとか、まあ、中継が多いので本当に焼けるんですね。もう2大体制です。これがまあ基本的にこうサラッとしていたクリームなので、大体こう出てるところ首とか腕とかを塗るようで、これはスプレータイプなので全身に振りかけます。でボールペンも必須。これはまあフリップに書く時にも使えそうなペンを入れてます。ないと思うけど急にサイン頼まれた時も。松本さんサインある？あるよ。え、ちょっと書いてください。いいけど、見たことがあるっていう人がいたらすごく嬉しいなと思いますが、どっかで見かけたらあって思ってください。で、その中継先とかロケ先では森じゃないけど草が生い茂ってるようなところに行くこともあるので、虫除けスプレー絶対必要なの。本当にもうあると結構便利だし、一緒に行くカメラマンさんとかディレクターさんにもこう一緒に振りかけて自分たちの体を守るっていうそんな精神で動いております。結構もう自分の私物だけど、みんなのものみたいになってるんで、結構もういろんな人にいろんなものを振りかけてます。これは姉から誕生日プレゼントでもらいました。今日は紅茶が入ってます。これが母が作ったメガネケースですが、ペンケースにしちゃいました。なんとここから出しちゃっていい？いいぞ。ちいかわ祭り始まります。すべてちいかわさんがいます。かわいいよね。でもちいかわちゃんはもう大ハマりしているので必需品お守りにもなってます。これかな。これが名刺ケースです。以前お国自慢のロケで自分が作った名刺ケースです。で自分でこう一針一針塗って作りました。で、うん、そうかもしれない。意外とちゃんとこう縫い物系はできる人かもしれない。で、暑い中継には必需品、塩分チャージ、なんか熱中症対策のものが多いんだよね私のカバンの中。いやそれだけ本当に体調には気を使っているんですよ。これが私の化粧品などが入っている、だいぶギュッとコンパクトにしたバージョンのポーチです。でここにはもうまた来たよみたいな顔されちゃった。いやまたね、可愛い子たちがいるんですよ。ほらまた黒だから映えるんですよ。でこちらが大阪たこ焼き食べているちいかわちゃんです。そしてこちらはメイクポーチなのでパウダー系が入っていたりとか、絆創膏とかも入ってる。まあこれはスケジュール帳、ちょっと雑だけど雑な書き方をしています。こんな感じでとりあえずシフトを丸写ししています。で、まあ、このバインダーはよく使っています。 B5 サイズなのかこれは、ちっちゃいサイズですね。だから割とこの A4 サイズのものを折りたたんで収納してます。結構取材先に行く時はやっぱりこういったものがあるとどこでも書けるようになるので愛用していますね。ちなみに携帯のケースとか、携帯のケースは友達からもらったアミって書いてある。あ、本当だ。なんか世界に一つしかない。あ、オーダーメイドって。オーダーメイドなの。一目でわかりますね。そう、そう、こういうのってる。街中で落としてももう届きます。確かに、テニーに届くね。あー、よかった、よかったとか今回は皆さんに私のカバンの中身を大公開しちゃいました。意外と入ってましたよね。まあ、皆さんの必需品についても
ぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいです。このチャンネルでは普段のアナウンサーが見せないような姿をお見せする動画がどんどん投稿されていくと思います。これからもね、たくさんいろんな面をお見せできればと思いますので、ぜひ高評価そしてチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。